続いてネクスト長崎ゴミゼロプロジェクトのコーナーです。このコーナーは日本財団の海と日本プロジェクトチェンジフォーザブルーの一環として、海洋ゴミ問題に取り組む人たちにスポットを当てます。今回はゴミを片付けて船の安全を守る海のヒーローが登場します。長崎市の水辺の森公園へやってきたのは青銅三河台小4年生の皆さんです。今日はここである授業が開かれます。海の環境を守る仕事を行う海洋環境整備船という船があります。そう、海に浮かぶ海洋ごみを回収する海洋環境整備船です。国土交通省が持つ海港は、有明海や橘湾などで海洋ごみの回収や環境調査をして、他の船が安全に海を行き来できるようにしています。まずは海港に乗って長崎港をクルージング。初めて乗る海洋環境整備船で特別な体験の始まりです。今回の目的地は水辺の森公園からおよそ 4.5 キロの海の上。ここで海港が実力を発揮します。今からこの森ゴミをこの船海港が救いに行きます。海洋ゴミを回収するデモンストレーションです。海港は模擬ゴミを正面に捉えると、この先端の口の部分から吸い込み、スキッパーと言われるカゴで受け止めます。回収コンテナ型に投入されます。こうやってですね、海にあるゴミが回収されております。すごいかっこよかったよね。面白かった。さらにスキッパーで受け止めきれない流木などの大きなゴミはクレーンで回収し、カッターで切断して小さくします。すごい、一瞬だった。国交省だけでなく長崎県が持つ清掃船とも遭遇。海をお掃除する船があることを学んだ子どもたちは、環境をきれいにして世界を救っていくヒーローみたいなのないと思いました。海をきれいにしたいと思いました。かっこいいという言葉だけで私はしてはすごく嬉しかったですね。災害が起きる、それに対してゴミが海上に流れている、でもそれを私たちはちゃんと集めて回収しないと日本の船のためには務まらないので頑張っていきたいなと思います。